皆さんこんにちは、ゆうきです。今回は夏におすすめの万能ウェアをご紹介いたします。この夏、いよいよ夏本番ということでかなり暑くなってきました。でランニングにも、それからおしゃれに水着にもなって、普段のカジュアルウェアにもなる、そんなウェアないかなということで、今回はですね、万能のおすすめウェアをご紹介させていただきます。このチャンネルではランニングや旅に関する情報を発信しております。ランニングするときに何着ればいいのとかですね、旅ラン、旅とランニングを掛け合わせた旅ランだったりで、どういうところを走ればいいとか、いろんな情報を発信しておりますので、ぜひ他の動画も見ていただければと思います。で今回は夏におすすめの万能ウェアということで、夏暑くてもう汗びっしょりかくので、なるべく涼しく快適に、かつランニングとか旅先でも使えるようなおすすめのウェアをご紹介いたします。それでは早速、今回ご紹介するのはこちらのサックスのスイムウェアです。かなりインパクトがあるデザイン、柄が特徴的です。でこのサックス、こちらはカナダ発のブランドなんですけれども、結構インナーが有名ですね。いろんなランニングシーンだったりとか、いろんなスポーツシーン、それから普段のパンツにも使えるようなブランドでございます。そこが出しているこういったスイムショーツなんですけれども、今回はですね、このサックスのスイムウェアをご紹介いたします。スイムウェアっていうとプールとか海とかでしか使えないと思われがちなんですけれども、結構ですね、サーフショーツとかパタゴニアとか、その他のブランドでですね、結構毎シーズン出してかなり人気がある形かと思います。で中にインナーがあってですね、インナー付きで、1枚でも履けるよっていうのがこのスイムショーツ等の特徴的です。でこのサックスは結構下着でかなり柄とかデザインが豊富でですね、かなりポップなものだったりとかクールなものかなりあって、意外とでも知られてないとは思うんですけれども、かなりおすすめです。で自分もインナーで以前は紹介させていただいたんですけれども、サックスのインナーですね、ランニングとか、あとは登山とかの時にですね、着用していて、かなり通気性もいいんですけれども、特徴的なのがこのボールパックと呼ばれる、男性のこう急所部分ですね。どうしても長時間歩いたりとか走ったりとかすると擦れてしまうので、そのこう擦れを、なくし軽減してあげるということで、このボール、パック、ボールポーチ、がついてます。でこういったインナーがついている今回は、スイムショーツですね。非常に可愛く、デザインよく、おすすめです。いくつか、機能だったりとかおすすめポイントをご紹介させていただきます。で結構パタゴニアとか他のブランドでですね、アウトドアブランドで、こういったサーフショーツ系インナーがあるパンツ販売してて、夏かなり定番になってきているかと思います。で1着はかなり持ってる人で多いかと思うんですけれども、大体皆さん、選ぶのが定番のブラックカラーだったりとか、あとはカーキとか無地のものが多いかと思います。でただ、1本持っててもう1本買いたいなっていう時には、なんか違った柄とかに挑戦してみたいとか言った時にですね、あまり何かこうかっこいい柄、可愛い柄ないなって言った時に、自分もですね探していたらこちらを見つけました。で結構特徴的でいろんな柄がある中でも、自分はこのですね、メキシコの、ルチャリブレ、メキシコ版プロレスの柄の、マスク柄のパンツを選びました。でこちらも実際に着用の動画、画像等あるので、見ていただければと思うんですけど、非常に可愛いです。で丈感もやや短めなので、結構足長に見えるかと思います。でやっぱり夏場ですね、どうしても白 T シャツとか黒 T シャツとか、かなりシンプルになりがちなんですけれども、ちょっとパンツはですね、かなり柄で少し、リゾート気分というか、夏気分を味わいたいということで、こちらの柄を選択しました。
でただいろんなこう柄が入っているので、まあ、どの例えばシューズだったりとか、あとは帽子キャップかぶったりとか T シャツの色味を持ってきても非常に合わせやすいのかなと思います。自分は白 T シャツで合わせたんですけれども、まあ、何色持ってきても結構合わせやすいかなと思います。で柄も豊富なので、お好きな柄を選べば、お好きな柄が、はい、見つかるかと思います。で1点ですね、まあ、注意点といいますかサイズ感っていうのが結構海外規格のサイズなので、自分はですね M サイズを着用しています。で普段のパンツは L サイズだったりとか、あとはこう結構ブランドによって本当様々で、S サイズの時もあれば、まあ、M サイズ、L サイズの時もあるっていったところがあるので、自分このサックスに関しては普段の自分のパンツのサイズよりもワンサイズ下げて購入していただくのがよろしいかと思います。で自分も普段は L サイズのパンツとか、ユニクロとかそれこそ無印とかの L サイズのパンツとかを履いてるんですけれども、サックスに関してはワンサイズダウンの M サイズでちょうどいいかなと思います。ウエスト周りとかも比較的ぴったりなので、まあ、L サイズにするとちょっとダボっと緩いかなっていう感じがするので、はい、自分の着こなしの好みとしてはちょっと丈感短くですね、パンツ系は短くで、あと上は少しこうゆったりめといった、コーデで合わせるのが、はい、好きなので、そういった風に着用してます。でややどうしても膝上の結構短めの丈なので、少しちょっと抵抗があるよっていう方は逆に、まあ、普段のパンツのサイズにして、まあ、もう少しこうゆったり、履くっていうのも、できるかなと思います。はい、なのでですね、ぜひこの夏何か、シンプルな柄に飽きたっていう方は、まあ、こういったサックスのスイムショーツ、見ていただければと思います。本当にサラッとしてて速乾性もあり、本当にこうランニングとかにも使えますし、まあ、これ1本で本当に万能に使えるので、どうしてもちょっと普段の、コーディネートとかに飽きてきた、黒ばっかりのパンツとかシンプルな柄に飽きてきたよっていう方にはおすすめかと思います。ポッケもあり、後ろポケット、はい、もあったりとか、結構ですね、普段のパンツとしても十分使えるアイテムなので、ぜひお気に入りの一着を見ていただければと思います。でこちらの、リンク先も概要欄に載っておりますし、スポーツマリオの、ウェブサイトの中にはですね、まあ、サックスのインナーだったりとか他のスイムショーツ、ありますので、ぜひ見ていただければと思います。またサイズとか何か不明点、とかがあれば、ぜひコメント欄までお願いいたします。はい、結構ですね、自分も以前メキシコだったりとかに旅をしてですね、まあ、その時のメキシコの思い出が強く、まあ、今回はその時をこう思い出すという意味でもこの柄のパンツを購入しました。はい、結構旅先とかなんかそういった思い出兼、こういった柄のパンツで行くっていうの、旅先に行くっていうのも非常におすすめかと思いますし、何かこう着ていて楽しいような、はい、ウェアの購入でした。はい、ぜひ皆さんもこの夏、これから、まあ、コロナがどんどんちょっと、まあ、また増えてはきているんですけれども、まあ、人気のないところとか、まあ、海とか川で遊ぶよっていった時にはぜひ、一着ですね、見てみていただければと思います。では今回はサックスのスイムショーツご紹介させていただきました。ぜひこの動画面白ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また SNS ではコーディネートだったりを中心に上げておりますので、ぜひインスタグラムとフォローをよろしくお願いいたします。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。